上州区は中華人民共和国古北省常葉市に位置する市か区古くから交通の要衝等の重要拠点として大きな都市が形成されていた。2010年12月、上半市が常葉市に改名され、それに伴い常葉区が常州区に改名された。関水の中流域にあたり、その南岸にあって半城と対峙している。古来より、 関中、中原、長江中流域という三つの重要な地域を結ぶ、用の位置にあり、また、関水沿岸の最大の都市として、交通の要衝の位置を占めていた。関所に、乗用圏が設置されたのが、行政区画の所見である。新朝に相比意見と解消されたが、五管が成立すると再び、乗用圏に戻されている。五管末に、 慶州の地所が上陽に定められて以来、この地の政治的、軍事的な重要度は高まり、三国時代には、儀、呉、職の重要な形装地の一つとなり、上陽の戦いがあった。なお、諸葛亮が当初偶居していたのは、上陽西北郊外の流中山である。南宋には、上陽府が設置され、北方の近朝、岩頂に対する前線基地となり、 激しい攻防戦が繰り広げられた。著名な開会法が用いられたのは、岩頂の南宋に対する5年間にわたる常用攻略戦でのことであった。最終的には、冠水封鎖により、常用、繁盛の連絡を断たれた総軍は、常用を失っている。常用の貸しは、船舶高校に不向きであり、商業は、対外の繁盛の方が盛んであった。 それに対して、上陽は、政治、軍事、教育の中心地となっている。元朝以降も、政治的、軍事的重要性が認められ、元朝は、上陽路、明朝は、上陽府を設置している。民末には、理事船率いる反乱軍が上陽を占領、上京と解消し、ここで大順を建国している。 まもなくして上洋は民軍に奪還されたが、大順は新本拠地の西安に移り、やがて明朝を滅亡させることになる。中華民国建国当初は、上洋道の管轄とされたが、1927年の同性廃止以降は、古北省直轄とされた。しかし1928年に、行政正しさつく制度が施行されると、北行政公署に、 1932年には、第8行政正しさつ区、1936年には、第5行政正しさつくの行政監督を受けた。また、1930年7月から1932年6月に、かけては、中国共産党により、王領一帯に、常用権ソビエト政権が樹立され、学与変区の管轄とされた。1948年1月、 国境内戦により、区域を実行支配した中国共産党は、上用県愛国民主政府を設置、霧柏行政区公所第三選省及び間南ベンジどころの管轄とした。1949年2月、上用行政区専任公所、中華人民共和国成立後は、上用専任公所の管轄とされた。1983年10月、 地球史の上半史に遺憾。2001年には、上陽圏は廃止となり、上半史の死活区としての上陽区が成立した。2010年12月、上州区に改名された。ありがとうございます。